僕ね、昔絶対怒らないで定評のあった家庭科の先生を大激怒させたことがあって、なんかあの忘れ物したら授業始まるタイミングで立って先生に忘れたものを言うっていうルールがあって、で、ノートとか教科書とか言うんやけど、その時友達にチョコチップメロンパンって言えって言われたんよ。いや、意味わからんねんけど、もう行ったらジュースおごってくれるって言うから、もう仕方なく言ったんよ。忘れ物ある人は立ってください。そのタイミングで立ち上がって、○○くん。2番、ノート忘れました。まるさん。11番、教科書忘れました。 で申告していって、いっととうとう俺の番が来たんよ藤沢くん29番チョコチップメロンパン忘れましたもうその瞬間教室凍りついて友達は顔伏せて寝てるふりしてるんやあいつマジで俺の方に先生が歩いてきてほんのり舐めとんかーってあの優しい先生が関西弁大激怒で俺涙目で謝ってジュース獲得もうチョコチップメロンパンのように甘くはいかない人生でしたってやかましい